ワンガオン。はい、今日は寝たままできるすごい滝痩せということで、まず定番の足パブからやっていきます。ふぅ、ああ、年末年始ね、食べ過ぎた人はぜひこれで、お腹周り引き締めてほしいと思います。いつも言いますが、骨盤、股関節周りと肩甲骨周りをうまく使えば、一見地味な運動でも、かなり汗もかいて代謝も上げて痩せることができますので、この股関節周りと肩甲骨周りね、信じて続けていってください。なんか走ったりね、めちゃくちゃ重い重さのウエイトトレーニングをしなくても大丈夫です。はい、今度片方ずつ。僕みたいに足が硬い人は膝が曲がったままでもいいのでやってください。地面スレスレまで下ろして、息を吸って吐いて、息は常に力を入れるときに吐きます。吸って吐いて、まあでもいろんな動作をしている中で呼吸のタイミングが自重のトレーニングでは別に逆になっても構いませんので、好きなタイミングでやってもいいけど、力を入れるときにふーっと吐いた方が力は入りやすいです。お、早いな。はい、で今度はワイパー的な感じですね。お、吸って吐いて、うー、吸って吐いて、うー、吸って、まあこれとかはもうお腹にダイレクトにね効いてる感じを誰でも感じられると思います。はあ、まあ、呼吸を止めさえしなければ大丈夫ですよ。呼吸を止めて力むと頭痛の原因になりますので、それは避けましょう。あ、きつい。はい、では次はお尻の下に手を入れてレッグレイズ。腰を反らないようにしっかり腹圧をかけて下ろすときに息を吸います。吸ってギリギリまで下げて吐きます。で、お腹から力が抜けてるとこの時腰がグッと反りますので、お腹にもしっかり腹圧をかけて、ふう、吸って、吸って、吸って、ふう、吸って、ふう、足と足は間が空かないように。つけたままです。熱いんで脱ぎます。ほ、はい、またお尻の下に手を入れて、で今度は片方ずつ、はい、呼吸しながら、この時は息を吸って、吐いて、吸って、吐いて、うわー、きつい。吸って、吐いて、
ランチ、このまま、お上がります。わぁうわぁ、これがこの腹直筋に効きますね。はい、で首が痛くなる人はこうやって首をサポートしてあげて、ふっと上がります。気持ちよくて寝そうですね。
皆さんもね、あの喉乾いたらしっかり喉を潤して。はい、フランクフランク。喉乾いたらしっかり水分補給してね。ちょっと飲んだ直後のフランクがきついで。肩の真下に肘をついてね。で、あくまでもこの時に体を支えているのが腹筋です。この肘とか肩とかで支えてるわけでもないし、足で支えてるわけでもないし、腹圧でグッと上に体を上げて、この状態で腹筋で支えてます。俺は腹筋で体を持ち上げてるんだ、キープしてるんだって思いながらやってください。まあ当然ね、はい、サイドプランクをやります。サイドがね、本当にね、弱い人が多くて、サイドが弱いとやっぱりこう肋骨がポンって出て寸胴な体型になってしまいますんで、ね、ぜひね、サイドはすごく大事です。いやもう今年こそはね、あの絶対にダイエットに成功すると胸に刻んで皆さんやりましょう。今年は言い訳は許しません。必ずやってもらいます。マッスルウォッチングは成功者の集まりにします。皆さんぜひ成功しましょう。あと10秒です。それもあと8セットしかできませんよ皆さん。この時もね、肩の真下に肘が来て、でもうお腹の力で上に浮遊していると思ってください。サムネイルに使えるように、これサムネイルでいけるかな。サムネイルもう一回撮り直した方がいいかな。この間ちょっとサムネイル撮ってなかったんでね。多分左右ね、あの苦手な方がどっちか一つあると思いますんで、それは普通です。あと10秒。ほうほう、次何しようか。はい、じゃあ膝つきの腕立て伏せもやっておきましょうか。こうやってしっかり胸を伸ばして上がっていきます。肩甲骨もね、しっかり寄せるということを、下に行った時に肩甲骨をグッと寄せて上がっていきます。これはもう気持ちいいわね、膝つきでやったらね。できる人はほっ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 とやってくれてもいいですけど、できない人はこれでね、じわじわとやってください。ちょっとこういう風にね、中に手をついて、でこれも肩幅よりちょっと広めについてやってます。はい、あと6セットですね。じゃあさっきテーブルトップのクランチをやりましたけど、今度はツイストね。ツイストツイスト、ツイスト、ツイスト。首痛なる人は首を持ってね。
5です。じゃあハンドプランク。ハンドプランク。これも肩の真下に手をついて、肩甲骨も意識しながら腹圧をしっかりかけて。斜め下を見ます。いや、コアにも効きますな、これな。お腹をメインにね、今日は鍛えていってますけれども、まあ、ちらほら肩甲骨を動かす運動も入れてます。はあ、あこれ意外ときつい。ハンドプランクからのサイド、ハンドのサイドです。まあきつい時は本当にマインドフルネスです。きついとかあと何秒とか考えるともうやっていけません。何も考えずに無になって、呼吸に集中します。手が滑るので気をつけてね。今度ボートこぎのように前にこう体を肩甲骨寄せて、で後ろに引くときに肩甲骨をグッと寄せます。広げて、肩甲骨寄せてボートこぎ。こうやって、膝をこっち側にグッと持っていきます。下から引きますね。むにゃ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 
から有酸素運動でむにゃむにゃしていきます。これで筋トレ終わりで、ちょっと1分間ね、皆さんと一緒に休憩する時間を設けようと思いますので、ぜひ水分補給してください。あ、でもカメラちょっと一回止めないといけませんね。どうしよう、どうしよう。ちょっとカメラ素早く止めて、待っといてね、ステイ。よし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 。あ、次から有酸素運動ですね。さあ、いきますよ。まあ、とりあえず最初はこれでしょ、自転車こぎ。有酸素運動は呼吸止めないようにね、息を吸ったり吐いたり自分のタイミングでやってください。これから有酸素運動を20分続けて、最後の20分はストレッチになっていきますんで、水を近くに置いてる人はね、有酸素運動で多少アクションが大きいので水をこぼさないようにしておいてくださいね。水飲みすぎたら次の運動がしんどいので、この運動やってますけどね、1分間のはもう爆速でやるけど、これはある程度体力を考えてやってください。ねじってね、できるだけねじってください。骨盤をねじる、骨盤をねじれば下腹に効きます。
きついかもしれない。足をサークルでレッグサーフォー、円を描くようにね、丸い円を描くように足を回していきます。
アッパーいきます。Ah!
手を横に振ってるだけなのに、きつい、きつい。水が倒れる。
官邸の自転車こぎで有酸素運動を最後にします。ストレッチですね、この後は。皆さんもね、この筋トレ有酸素のなんか20分ずつ全部やってますんで、20分の間の日ぜひトイレも済ましておいてください。トイレと水分補給ね、一回一時停止しながらでいいので自分のペースでね、じゃないと60分はほんまきついから。28分もめっちゃきついと思ってたけど60分はほんまきつい。きついけどやっぱりすごい効果出るね。体が一回やっただけでもすごく動くようになるし、めちゃくちゃ自分としてもいい運動になって嬉しい。だいぶ練習コンプリート。はい、ちょっと一時停止します。トイレトイレ。よしよし、これであとストレッチだけやろう。きつかった。暖房なんかつけてたらもう死んでしまうと思うので暖房切ってやった方がいいです。ストレッチはほんまにね、もうこの運動終わってるようなもんなんで、ぜひ気楽にやりましょう。これで股関節を伸ばして、酸素運動ね、このぐらいしっかりしておけば、もうこのストレッチの時間でもね、汗がかなり出てきますので、でこのストレッチっていうのが本当はね一番重要なんですけど、なかなかこうストレッチする機会がねなくて、現代社会で生きてる僕たちは、まあ、パソコンとかスマホとかばっかりやってしまうので筋肉が硬くなりやすいんですね。で椅子とかにも座りっぱなしだし、なのでね、体のバランスを整えるためにもこのストレッチの動きがめちゃくちゃ必要です。必要なんだけど、じゃあ今度はストレッチだけやればいいかというとそういうわけじゃなくて、肩甲骨周りとか骨盤周りの筋肉をきちんと使えるようになった状態で、しかも有酸素運動をして汗をかいた後であれば、こういう筋肉が伸びやすいんですね。伸びやすいので、やっぱり筋トレ有酸素ストレッチのこの順番にしてもらうことが非常に大事です。無理ない範囲できちんと呼吸しながら体を揺らしながらねストレッチやってください。
程度に押してあげてください。腹筋の横とか、ほ
とんど動かす機会がないと思うんですね、腹筋の横なんかいう。寝て自分の足を持ちます。足を持ってこの太ももの前のとこをグーッと伸ばしてあげてください。
思いっきり吐き、はい、じゃあ反った状態から丸めて、反って丸めて、you
チカチ。この出た後、この背中を伸ばしていきます。最後にちょっと吹きながら、終わっちゃった。終わりです。コンプリティ。